Ladies and gentlemen. ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場名誉王者桐生一馬。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。チャンピオンは衰えを知りません。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホーンズ。奇遇ですね、キリュウさん。ああ、そう、君子と安楽死、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。キリュウさん、カモン。決勝戦、そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマーゴロー。半年前このリングに突如現れた島野の強肩は、今もなお負けるということを知りません。度肝を抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ。彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どや桐生ちゃん、かっこええやろ。たく、あんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々
勝負しようやないか。今ゴングです。Yeah.